池田恵美のリファーラルフォーライフ時刻は10時30分を回りました皆さんこんにちは池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりましたこの番組は面白い形にの AI プランニングと相談のビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしておりますパーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで 働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスコーチ、リファーラルマーケティングコンサルの池田あゆみです。この番組は、リファーラル、紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報や、とっても素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では、皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。 メールアドレスは 797-FM 機能 1.com797-FM 機能 1.com までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスでも配信してますので、FM 機能1を検索して、えー、ぜひアプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。ツイキャスからもコメントお待ちしております。 はいさて、さて、今週も始まりました。もう11月になりました。皆さん、お聞きいただきましてありがとうございます。すっかりね、秋というよりは、なんかもうね、冬に向かっちゃってますよね。いやー、なんか本当、1年早い。うん、今週は、えー、北海道の札幌からお届けしております。いやー、もうこのなんかね、空気の凛とした感じがすごくいいなというふうに思ってますけれども。 えー、日差しはねあのあ明るくてあったかいんですけどやっぱりちょっとね空気があのー、冷たい感じがしてますねなので、えー、大通公園の近くに泊まってるんですけれどももうね周りはなんかクリスマスの飾り付けが始まってますねいやーそれにしても札幌はねもうめっちゃ寒い <laughs> いつもね札幌とか沖縄とか出 出張するときってなんかで、ね、もう全然東京と違うので、もうこのね端っこのあのー、出張はね、いつもね、ファッション間違っちゃうんですよね。<laughs> なので今回こそはと思っていろいろ考えて持ってきたつもりだったんですけど、やっぱりちょっとね、私はね、どっか抜けていて、あのー、東京ではまだまだ全然ね、あのー、暖かい日も多いので、スカートでね、ストッキング履いて。 過ごしてるんですけど、今回はちょっとね、足元のことを考えるの忘れてしまいましてあの、普通にストッキング持ってきちゃったんですよね。ですけど、こっちはね、今気温が13から15度、夜は2度から5度ぐらいなので、もうストッキングじゃとてもじゃないですけど、寒くって外歩けないですね。あのパンツスタイルだったらいいと思うんですけど、私、普段ね、ビジネススタイルってワンピースかスカートなので、 のもう本当ストッキングじゃちょっと、あのー、寒いと思ってもう急遽デパートに駆け込んでタイツ買っちゃいました、うん、もうマフラーもいりますね海外からの観光客の方を多く見かけるんですけどほとんどの方がもう冬のコートかダウンコートを着ていらっしゃいますちょっとねそれは危いかなという気はしなくもないんですけどね、まあ、建物の中は暖かいので うん、ちょっとね外に出るには勇気がいるなという感じですね。今回はね手袋も忘れちゃったんですよ。なのであのスーツケースねガラガラ引く手がめっちゃ寒かったです。あとはもうしょうがないからねちょっとポッケにあのコートのポッケに手突っ込んで歩いてるからなんか猫背になっちゃって嫌だなと思ってます。朝はねあのー 毎日,毎日じゃないんですけどねえ、こちらに来てからもちょっと走ってるので、そのジョギングイヤーもなんかね、もう全然寒さ考えないで持ってきちゃったんで、あの大通公園を走ってるランナーの中で、私一人、なんかやけに薄着なんですよね。<laughs> あのジョギング用のタイツ履いてても、走り出しはやっぱね、冷えますね。まあ、それにしても札幌はね、やっぱね、さすが雪国って感じですね。 あのここはね、札幌って本当ね、あの地上とほぼ同じような町が地下に全部あるんですよ。なのですごい地下道が充実してるんですよね。外に出なくても大丈夫なように、町全体が整備されてるっていうのは、いやー、もう本当ね、これ素晴らしいなと思いますよね。だけど、まあ、ちょっとね、本地の私には、まあ、地下入っちゃったら、もうどこにいるってうんだか全然わかんなくなっちゃうんですよね。もう不安でしかないんですけど。 仲間が、もうそういうね、私の方向音痴とかね、そういうもうすっとこっこいなのみんな分かってくれてるんで、仲間がいてくれて、本当助かります、うん。みんなありがとう。<laughs> あとね、昔、私、友達とちょうどね、日韓合同のワールドサッカー,の,ッカーのワールドカップが行われた時にあのそのサッカーとか全然その時興味なくて、 あの普通にどっか旅行しようって言って北海道旅行をしてたんですよね。でその時に札幌でジンギスカンを初めて私食べたんです。でその時すごいね美味しかったのを覚えていてもう友達がね一生懸命調べてくれたお店だったんですけど初めて食べたジンギスカンがすごい美味しいって思ったのを覚えてます。で早速ねあのあ こっち来ていこうと思ってたんですけどあのーまあ、今年も2345月と札幌来ましたしそして飛んで10月11月と来てるんですけどあのちょっと時間がなかなか,かれ作れなかったっていうのもあるんですけどでも合間を見て何度かちょっとチャレンジしようと思って、えー、頑張ったものの,あのちょっとたどり着けませんでした。 <laughs> 私ねあの Google マップ苦手なんですよなんかね難しくないですか地図ってもうちょっとうんどっち向いてんだかよく分からなかったんですよねなのでちょっとね今までで本当たどり着けなかったんですけど、まあ、今回こそはと思ってちょっと今回は早めにあの札幌に到着することができたのでちょっとあのホテルに聞いたりとかして頑張って行ってみました。 おかげさまで、えー、もう老舗の、ね、お店だったんですけど、だるまさんっていうね、えー、ジンギスカンのお店に行ってくることができました。すごいね、なんか、あのー、懐かしいっていうか、その味そうなのは覚えてないんですけど、すごいやっぱ、なんか苦労して探したお店だからかもしれないですけど、めちゃめちゃ美味しかったですね。 うん、お店によってもねジンギスカンも味が違ったりしますからいくつかのお店を試してみたりもしています。 まあ各地のね、出張の楽しみって、やっぱりその土地土地のおいしいものをいただくことっていうのもね、皆さんもあるんじゃないかなと思います。あのどっかね、出張して、これおいしかったよとか、ぜひ行ったら食べてっていうようなおすすめのものがありましたら、ぜひコメントお願いいたします。皆さんね、地域で出会ったおいしいもの、ぜひおすすめのものをコメントお待ちしております。 えー、今回の札幌出張ではですね、ま,あ、まずジンギスカン食べようと思ったのと、あとスープカレーですね、最近めっちゃハマってます。<laughs> でいつも私が講座をやってる建物の地下に、 あのすごい老舗の有名なスープカレー屋さんがあって、まあ、それがあるって全然知らなかったんですけどなんかいつも人が並んでるなと思ったらスープカレー屋さんですごい有名なところだったらしいんですよね。行ってみたいなと思ってももう本当に長蛇の列なので、あのーうん、も,う並もうすごいねどれぐらい時間かかるか分からなくってなかなか、あのー、そこ行くことができなかったんですけど。 えー、先日ですね、まあの、講座が終わって、さあ帰るぞっていう時に、ふっと見たら、全然空きだったんで、わこんなこともあるんだと思って、思わず入っちゃいました。でも、ね、念願のそこのスープカレーが食べられたのも良かったなと思うし、あとは海鮮ですよね、なんといってもの海の幸が本当に美味しいですよね、新鮮で。あもう札幌といえば、やっぱりラーメンでしょう。<laughs> ラーメン好きの方も多いんじゃないかなと思いますけど、札幌ラーメンってね、札幌で食べるとまた一味違ってきますよね。うん、あとはもう札幌ビールのね、えー、クラシックなんていうのも、もうこれはね、ここに来ないと飲めない味ですからね、これもすごい楽しみにしてました。なんてね、食べてばっかりですけども、えー、やっぱりねあの、美味しく食べられるっていうのは一番幸せだと思いますのでね、ちょっとばっかり体重も、 うーん一応気にはしますけど、そこに何かね、ガっちがになっても面白くないですから、ダイエットは明日からということで、<laughs> そう言ってる人に明日は来ないなんてね、よく言われますけど、でもせっかくね、ここに来てるんだったらね、楽しませてください。<laughs> えー、お土産もね、あの白い小ーと買って帰ろうかなっていうふうに思ってます。 はい、さてさて今週のテーマですけれども、えー、先週に引き続きましてあなたの仲間後,半後編ということでお伝えさせていただきたいと思います、えー、あなたの人脈についてね、えー、先週から考えているんですけども先週は3つのネットワークの中でも特に情報ネットワークというのとサポートネットワークについてお伝えしてきました、えー、リファーラルマーケティングの父と言われております カリフォルニア,アメリカにいらっしゃいますアイバン・マイズナ博士は人脈は3つに分類されるというふうにおっしゃっています。1つ目は情報ネットワーク、そして2つ目がサポートネットワーク、3つ目がリファーラルネットワークということです。まずはこの情報ネットワークですけども、これは専門的な知識や技術であなたをサポートしてくれる人のことを言います。例えば 法律で困った時って皆さんは誰に相談しますかまた、経営管理とかテクノロジーについてはいかがでしょうか税金とか経理について人事について詳しいことを聞きたいななんていう時に皆さんは誰に相談をしますかあなたにはね、ビジネスコンサルがいらっしゃるでしょうか 私もねビジネスのコンサルコーチングをしてますけど皆さんにもねそういう、えー、存在の方っていらっしゃいますかまたあなたの分野の指導者とかメンターとか師匠的な方ってどうでしょうかね、うんえー、これらのプロフェッショナルの方々があなたのに対して知識や技術でサポートしてくれるような人のことを 情報ネットワークっていうふうに言います。うん、でもしね、今あのお話しした、例えば法律で困ったときとか、経営管理で困ったときとか、テクノロジーはとか、税金はとか、人事はとかっていうようなことでもし誰もなんか思い浮かばなかったな、この項目には誰も名前が書けなかったなっていうことがあったとしたら、 その領域のことでもし問題が発生したときにあなたは今の段階で、えー、相談できる人がいないということになっちゃうんですね。これでもね、大事なことを専門家に聞けないというのはちょっとね、リスクがあったりもしますよね。なので、ぜひですね、別に顧問契約をするとかっていうことじゃなくあ、こういう人っていたなっていう専門家、 の個人のお名前をちゃんとこう挙げられるようにしておくといいですね。いざとなった時には、その人にすぐ連絡できるようにしておきましょう。そして2つ目のネットワーク、これは口、えーまあ、を言ったりとかね、ストレス解消したいととかに、えー、楽しみたい時とか、1人で、えー、いろいろこうやるんじゃなくって、 なんかこう一緒に喜びを分かち合いたいなとか、えー、なんかこううわーって騒ぎたい時とかっていうのを皆さんね、誰に連絡をするでしょうか。また落ち込んでる時とか、励ましてる時とか、えー、あ励まし合いたいとか、まあ、勇気づけてくれる人って周りにいますかまたは意見や具体的なアイデアを出したい時はあなたは誰に連絡をするでしょうか。金銭問題とか、 えー、紛争解決とかねちょっと気まずい話題を共有できる人っていますかまた新しいアイディアとか現状を脱却したい時はどうでしょうかこれらの場面であなたが話をした,いしたりとか聞いてほしい人っていうのはあなたのサポートネットワークと呼ばれる人になっていきます。 つまり、あなたを精神的に支えてくれる人ということですね。これ、もしかしたら今の質問に対してえ、同じ人が何回も出てきたなんていう方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、その複数お名前が出た方っていうのは、あなたのことをいろんな側面からサポートしてくれているんだということになりますよね。 なので、ここでお名前が出てきた方に、改めて皆さん感謝を伝えていただいたらいかがでしょうかね。そして、今回、今日お伝えするのは、3つ目のサポートネットワークというものについてです、えーあ。ごめんなさい、3つ目はリファーラルネットワークについてです。 リファーラル、これはね、紹介をもとらしてくれるルートのことなんですけど、紹介をもとらしてくれるルートっていうのは全部で8つあるというふうに、アイバン・マイズの博士は分類しています。あなたのリファーラル、紹介のネットワークっていうのが全部で8種類のルートがあるんですよということです。まず一つ目ですけども、これはビジネスネットワークメンバー。 ですねえーまあ、具体的に言っちゃえば BNI とかですねあとは何だろう他にもそういうビジネスグループってあると思うんですけれどもそういうリファーラルを交わす目的にしている団体のメンバーというのが、えー、皆さんのこのルートの1つに入ってきますそして2つ目ですけれどもこれは満足しているお客様ですただのお客様ではありません 皆さんの商品、サービスに対してご満足いただいて、えー、繰り返しご利用いただいている方ですとか、いや、今回もあなたにお願いしてよかったわって笑顔で帰っていく人たちのことを言います。そんな、ね、ご満足いただいているお客様たくさんいたらいいですけども、皆さんにはどういう方がいらっしゃるでしょうか。そして3番目はスタッフですね。こスタッフに関しては、 従業員の方がいる会社とそうでない会社というのも大いに分かれると思いますで、えー、実はこのスタッフっていうのはあなた以外でその会社の商品サービスについて一番よく知ってる人ですよねまたお客様 がお客様を直接あのご利用いただいて、その良さとかっていうのを分かっているからこそ、周りの人に紹介してくださるっていう、ご協力してくれる人たちなんですけれども、このスタッフっていうのも、えー、実はね、えー、よくよくその商品サービスの良さだったりとか、社長の思いっていうのも知っているということですよね。でこのスタッフっていうのは、えー、例えば、なんだろう。 雇用形態、社員だからとか、アルバイトだからっていう雇用形態は全く関係ないと思います。あなたのお仕事をオフィスとか、えーまあ、もちろんあの働き方っていうのは、あのその分類は全然関係ないと思うんですけども、雇用関係にある人っていうのも実は、えー、皆さんのルートになるんですよということです。でもしこのルスタッフがいらっしゃらない方っていうのは、 ルートは7つになりますねなので、ある受講生さんは7つは嫌だって言って、えー、スタッフを雇って8つのルートを確保したという方もいらっしゃいます。そして4番目、恩恵を受ける人たちですね。これは、えー、副次的に利益を得られる人ということになります。例えば、アセンティブが、えー、セミナーやりますってなると、印刷屋さんですかね。 えー、そういう方が、えー、すごくうなんだセミナーの度にに、ね、恩恵を受けたりですとか、また、デーツの夜に懇親会をやったりするんですけれども、うんあの、アセンティブが講座を開くから、その懇親会のお売上が立つよということもあるじゃないでしょうかね。でまた、この貸し会議室っていうのも、アセンティブがセミナーをやるから、 会議質料っていうのをお支払いしてるということになります。そして5番目ですね。で今までに、えーあ、5番目はその他取引先です。あなた自身がお客様となってお金を払ってる側のところです。なので、えー、例えば請求書を送ってくる機 企業の人とか領収書をくれる人なんていうのがこの取引先になってきますね。ただこれは別に仕事の話だけじゃなくって普通に美容院行った費用ですとかねそういったものもありますから仕事だけじゃなくって日常生活で使っているお店などのレシートがあるようなところがこのその他取引先っていうところになってきます。 そう考えるとね、家族でいつも食事に行くレストランなんてもそうかもしれないですし、ガソリンスタンドとか歯医者さんとかっていうのもここに該当するかもしれませんね。そして6番目は、皆さんに対して過去にリファーラルをくれた人です。何らかの思いがあって、理由があって、あなたに紹介をくれた人っていうのは、えー これからもですね、いい,い,いそのリファーラルをくださる提供者となってくれるんじゃないかなというふうに思います。そして逆に、今度はあなたがリファーラルを差し上げた人。えー、人は返報性の法則って言って、何かを受け取ったりすると、相手に返したいというふうな心理が働くということなんですよね。なので、えー、皆さんに対して今までリファーラルを。 えー、くれた人またはあなたが出した人っていうのも今後もそのリファーラルのパートナーとして一緒に組んでいける人になる図ですそして8番目これはコンタクトサークルと呼ばれるものですこの言葉をまだ聞いたことないですっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれどもコンタクトつながりのあるサークルって円なんですけど うんとちょっと日本では、ね、コンタクトサークルっていう言葉の方がもう先行してしまったので、今更なかなかこう訂正することが難しいんですけど、英語の原文で言えばコンタクトスフィアという言い方をします。つまり、えーえーと、スフィアっていうのは球体なんですよね。コンタクトサークルっていうのは うんと画用紙の上に、ま、書いた丸っていうのがサークルですけどもスフィアっていうのは360度なので多角的に変、えー、わりを、うんうん、と多角的なこう視点で、ね、見ることができるよっていうことなんですけれどもこのコンタクトサークルっていうのはめちゃめちゃパワフルでダイナミックなものになりますなので皆さんの、えー、このコンタクトサークルの定義っていうのもね えー、皆さんのビジネスと競合せずお客様を保管し合える、えー、ビジネスの専門家またはグループという風にされています。なのでこの8つのルートっていうのを確保できると自然と 紹介がどん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 来るようになってるんですよ。っていうことですね。これを関係、えっ、ー、と自分でね。構築できてないと、もしかしたらせっかくのルートチャンスがあるのに逃してしまってるかもしれません。 リレーシションシップマーケティング、そして関係構築というのが、えー、あなたのお悩みを、えー、解決してくれることにきっとなるんじゃないかなというふうに思います。そんなあなたのネットワークグループ、ぜひ確認してみてくださいね。えー 意外とね、あこんな人を支えてくれるんだとか、えー、いつも支えてくれてるなって思いながらも、実はチェック項目をやってみると、あそんなでもなかったみたいに気がついてくる人も出てくるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ皆さん、ご自身のネットワークグループ見つけてみてください。はい、では、番組からのお知らせでございます。 えー、毎回ね、大好評をいただいております。ルームフルオブリファーラルズし紹介でお部屋の中を、えー、紹介でお家を満室いっぱいにしましょうとか、満たしましょうとか、えー、いう意味なんですけども、日本語タイトルですと、売り上げと人脈が急上昇するというルームフルオブリファーラルズディスクセミナー、東京・新橋で開催いたします、えー。日程につきましては11月23日木曜日。 13時から17時ですね、えー、東京の新橋界隈で今、会場を手配しているところですけれども、この人には、ね、潜在的なスタイルと顕在的なスタイルがあります。で潜在的なスタイルというのが見極められると、えー、お互いに、ね、コミュニケーションが円滑になりますよというものです。これは毎回ですね、本当に大笑いで、いないとか言って。 えー、椅子から怒っちゃう人とかもいますしみんなゲラ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 笑ってる楽しいセミナーですので是非コミュニケーションを円滑にしたいなとか、えー、もっと楽にな,りな、えー、コミュニケーションができたらいいなーなんて思う方またチームビルディングですとか社内教育ってことを考えてる弊社の方々に是非一度お試しいただきたいと思います、えー、詳細につきましてはアセンティブジャパンホームページの方までお問い合わせください えー、ホームページはですね https://ascentive.com ですね https://japan.ascentive.com になります、はいえー、もうね日本列島がどんどん,どんどん冬に向かってきておりますこの寒さっていうのねこの寒さがあるからね夏とか春のありがたみっていうのも感じますし えー、この日本ってうまくできてるなって本当に思います、えー、今日もお聴きいただきましてありがとうございました今週は1週間の始まりですお仕事中の方ちょっとコーヒータイムの方お聞きいただきましてありがとうございます是非季節の変わり目ですからお体お気をつけてお過ごしくださいアメイジングビジネススペクタクラライフお相手は池田あゆみでしたそれではまた来週いってらっしゃい